旧国シンクタンクからこんにちは。本日はですね、皆さん、非常にご関心が高い、緊急事態宣言、これは一応解除されたわけですけれども、それがね、実際のところどうだったのか、そしてこれを二度と繰り返さないためにはどうすればいいのか、そして、医療体制の充実、本当の意味でのというのはどういうことなのかということについて、旧国シンクタンクとしてですね、内部で、検討、法的な側面と医療的な側面両方からしてまいりましたので、そのことについて、お三方と、ご報告できればというふうに思っております。で、倉山先生は、当然ね、皆さん、もうお分かりだと思うんですけれども、隣が弁護士の横山先生、そして、医療経営者の両徳寺さんという、この3名から、今まで我々のですね、研究内容について、ご報告をしてもらいます。では倉山先生お願いします。緊急事態宣言首都圏にあって、で首都圏以外でもコロナ禍は続いてるわけですよね。でその中でなんで平時に戻れないのかっていうと、医療体制崩壊ということが言われ続けてきているわけなんですね。じゃあ医療体制崩壊寸前だからなんとかしなければいけない、平時に戻れないんだならば医療体制の研究をすべきではないかと考えて、弁護士の横山先生と医師の両徳寺先生、しかも経営者でいらっしゃるということで、ご両所にご協力いただいて、旧国シンクタンクの会員、特別参加会員でもあられますので、でここのところ毎週1回お手伝いいただいて、シンクタンクに集まっていただいて研究を重ねた結果なんですけれども、喜ばしいことに日本政府が緊急事態宣言を解除する際の切り札として医療体制の充実を言ってくれたんですね。菅さん、ありがとうございます。とはいうものの、私がこの研究を始めた時はそんなの不可能だと言われ続けていたんで、だから研究しなきゃなと思ってきたんですけれども、その中で、法的な側面と医療的な側面で、法的な側面は、横山先生にいろいろ調べていただいたということなんですよ。それちょっとかいつまんで、今日の本発表は横山先生、補足発表は両徳寺先生だったので、その、趣旨をよろしくお願いします。ですね、簡単に申し上げますと、本当だったら、知事が、医療体制の拡充なり、設置なりっていうところの権限があるんですが、すみません、語弊を恐れずに分かりやすく言うと、厚労省から の指導なりっていうところで結構ちゃちゃが入ってしまっているんで、自由に動けないっていうふうな可能性があるというふうなところが、とりあえず法律調べたところであったと。ただ一つだけ、言えることがですね、これ別に厚労省が邪魔してたっていうよりも、どちらかというと現場の医療体制自体も結局平和ボケしてたっていうと側面がどうしても否めないっていう部分がありましたんで、そうすると結局医療機関側の方も、フェアボケで、対応できないと。で厚労省もそういうふうなところを抱えている以上、ちょっとちゃちゃを出さざるを得なかったっていうところで、結局誰も幸せになってないっていうところが意外と法律の視点から浮かび上がってきたっていうのが、今回の医療体制の法的な分析のところなのかなっていうふうには思いました。これは結局、知事が設置するというか、決める、第2種感染症指定医療機関であるとか臨時医療施設について、厚生労働省の方から、非道のお金の指導条件であるとかって非常に細目、見せてもらいましたけど、もうこんなん読んでらんないよって思うんだったんですけどもそれがあって、自由に、現場で対応することができないっていうことが、一つ問題だということだと思うんですけども、その厚生労働省も別にやりたくてやってたわけじゃないと思うんですけど、結局これっていうのは医療機関側からもリスクを背負いたくないっていうそういう話があるっていうことなんですかね。おそらくやっぱりその人一人亡くなってしまった場合、当然そのご遺族についても諦めきれないってところはどうせあるわけなので、その後やっぱり医療過誤があったんじゃないかっていう疑いを持ってくるっていうふうなところも、ある程度それはもうやむを得ない側面があると思います。そうするとそれについて、仕方がなかったって諦めるんだったらいいんですが、諦めきれなかった場合は当然医療訴訟なりなんなりっていうところになってくるので、お医者さんとしてもやっぱり
コロナで一生懸命治療したのに結局救えなかったというところで、がっかりしているところに、医療過誤じゃねえかって自分のミスを責められるっていうふうなところのリスクっていうのはやっぱり出てきてしまうと、うん、で特に今回見たくコロナっていう未知のものに関しては何が失敗で何が成功かっていうのは分からない状況なので、うん、そうするとやっぱり死亡っていう結果を一つ取ったところで、うん、下手するとこれが間違ってた治療法をやってたっていうふうに後で分かった場合、うん、そうするとお医者さんとしてもそういう訴訟のリスクを受けてしまうっていうところは頭に絶対よぎってくるので、うん、そうするとやっぱり最初からガチガチに固められておけば医療リスクっていうのは回避されると、我々は、厚労省に従っただけなんですってことができるってことですよね。ってことですね、はい。まあ、結局だからそういう、諸々の訴訟リスクみたいなのも回避したいっていう現場からのおそらく、まあ、思いのようなこともあって、はい、厚生労働省の、まあ、こと細かな、うん、この、リスト、そうですね、こういうことやってくださいねっていうリストがあって、まあ、全部やってればいいんですよって話なんだけど、それが結局、医療体制の充実にはつながらないものになっているっていうことだと思うんですけども、うん、はい、これ実際どういうふうにあれですかね、変えていったらいいっていう、やっぱり一つ言えるのが現場のお医者さんがやりやすいことを体制にしていく必要があると思うんで、うん、まあ、やり方としてはやっぱりやっちゃいけない最低限のところを定めるネガティブリスト方式にしていただいて、うん、今ポジティブリストだからということですね。そうですね、今自衛隊の話と一緒っていう、そうですね、もう はい、やることをいちいち定めている形なんで、うん、そうするともうだったらもう最初からやっちゃいけないことを定めた上で、まあ、例えばなんですけどその医療過誤に関しては、まあ、うん、緊急事態宣言中だけっていう形で限定する形で免責条項を別途設けるとか、うん、そういうふうな形で、変えていただければ、まあ、お医者さんの方としてもやりやすいのかなと。であとやっぱ人物金って言うんですけど、その特にお金ですよね、うん、お金についても現場の方がフリーハンドで使えるような形で、うん、いろいろと厚労省の省令なり通達なりで、フリーハンドに渡せるようなシステムなり、うん、通達なりを出していくという、そういうことをしていただければいいのかなというふうには思います、うん、これ倉山先生は、はい、まあ、今お金の話が出ましたけれども、はい、その医療体制の充実はお金をかければできるってことだったってことなんですね。もう40兆円ぐらいですか毎年、一体どこへ消えてたの、しかも予備費いくら積みましたかと、うんうんうん、そうですよね、はい、うん、まあ、それで結局お金いくら積んだって人間は出てこないんで医者って降って湧かないんだって言ってたのに、うん、なんか急に政府が、うん、医療体制充実言ってて、そういうことを言ってたオピニオンリーダーの人とかアドバイザーのお医者さんがみんなそれに、うん、私は最初からそれ言ってましたよと言ってるって、うん、いや本当これは私ね、まあ、今ゼロコロナウィズコロナってすごい分断になりますけど、はい、この問題は私ねウィズコロナ派のいうふうに言われてますけど、ゼロコロナ派の人にこそ怒ってほしいと思いますよ。結局今まで医者を増やせないんだ、医療体制の充実なんだ、不可能なんだ、だから国民は我慢しろって言って我慢してたのにできるんじゃん。そうですね、でもお金かければできるっていうことですね。そう、しかもできない政治的妥協なんだと、はい、そんな政治的妥協するなよと言わなきゃいけないですよ、ゼロコロナ派の人こそ、うんうん、で去年から、まあ、そのコロナに関してですよ、うん、補正予算もまあ積んで、うん、なおかつその中で予備費、これはまあ10兆以上を積んでいるわけですけれども、うんうん、全くな、まあ、本来はですよ、その医療体制が充実していれば、うん、やる必要性がなかった緊急事態宣言に対しての、まあ、事実上の補填というか、まあ、お恵みですけど、うん、法的スキームとしては、うん、使った、うん、わけで、本来であれば医療体制の充実に使えたお金も全く無意味に浪費をしてきたという理解でいいということですね、はいはい、いやもっと言うと、まあ、はっきり平時の段階から医療体制崩壊寸前なんで有事に対応できるわけない、うんうん、で有事だ有事だこんな有事はないんだと言いながら実は法的体系は平時、うんうん、まあ、まさに横山先生がおっしゃったように、はい、もう自衛隊と一緒でお医者さんはうん、ネガティブリストの文明国基準じゃなくてポジティブリストでやらされていると、うん、命かけれる状況になってない、うん、兵力の逐次投入にすらならないみたいな状況ですよね、両徳先生、うん、はい、そうなってくると、まあ、じゃあその、まあ、今このコロナに対してはですよ、
ポジティブリストでやっている、各病院への指導をネガティブリストに切り替えていくことによって、まあ、各病院が、まあ、自由な形で、まあ、自由というか、まあね、コロナの患者さんを受け入れてもいいと民間病院が、という形でできた上にリスクが回避できるって話になってくるということで、それでまあ緊急事態宣言の一つの形、まあ、今現在の話に関してはもうこれも再発再例を再発例を、まあ、基本的には回避できるはずだと思うんですけれども、まあ、日常的な意味ですよ、先ほど倉山先生おっしゃったように医療崩壊してるわけですから、それをですね、医療費を、抑えながらもその医療体制の充実を、じゃあしていくという提案も必要ではないかということで、そこはちょっと両徳寺先生の方からお願いしてもよろしいですか。よろしくお願いします、はい。私が提案したいなと思っているのはナースプラクティショナーという、上級看護師の制度ですね、でこちらの制度を、今回なぜ、提案したかと言いますと、先ほど出たように医療の今回コロナに対して医療リソースがないっていうような意見、でそういったものは声として大きかったので、だったら医療を担える人を増やしましょうよというのが本来正しいはずなんですね、で中にはお医者さんの中には開業医が、自宅療養したような急変して亡くなったみたいな症例がいくつかありましたけども、自宅療養するような患者さん、に医療を提供する人間が圧倒的に足りてないというのがまず一点あります。その時に、お薬を処方したりだとか、追跡の、診察もしなきゃいけないという事案があるんですけども、そういった時に処方できる権限があるのは医者だけになってしまうので、それは処方できる看護師がまずいた方がいいですよねっていうので、外来単位でも、ナースプラクティショナーというのがまず必要だと。であと、ナースであるので、医療費が削減可能になります、これはもう常識の範囲で医者より看護師の方が人件費が安いというのは当然なので、そういった意味で医療のリソースとして、給与を抑えながら医療費の増大を抑えながら医療の人員を増やすということが一つ可能になるのか。つまりあれですよね、そのお医者さんに限定されている、診療行為をできる、看護師さんを作るということですよね。そういうことですね、はい。でこの制度自体は別に真新しいものでは何もなくて、アメリカでは1965年の段階で制度として誕生しています、で当時は、医療費が払えないような貧困層を対象にできた制度 で徐々に医療費を削減という面でも使われたりとか、あとは減薬であるとか、再入院の抑制だとか、医療コスト お金だけじゃなくて医療コストの削減にもつながるというようなことも期待されている職業で、日本においても実は2009年の段階で、こういった、制度を作ったらどうかという機運が高まった時期があるんですが、残念ながら当時の、認められることはなくて、理由としては、看護師として働く人間がこっちに流れてしまってナースが減ってしまうんじゃないかというと一つ、あとは、ナースが医療をやるということで医療の質が低下するんじゃないかという点が一つ、あとはその何よりも結局医師の数が増えれば問題は解決するんだということで、当時はその、医療過疎地の3つの反対理由について、両徳地先生は現役のお医者さんであり、医療機関の経営者ですけれども、そのどう思います？今現在は今回コロナでも明らかになったんですけども、どうしても、コロナが2類相当だという、位置づけもあって、外来のそういった専門病院ではないところで発熱だとかコロナ疑いを見なくていいような、医療が進んでしまったので、入り口の時点でも医療の質はもう崩壊しているというのが現状だと思います、なので医療の質でこの制度をもうノーというのはちょっと厳しいんじゃないのかなというのが一つですね、つまり例えばですよ、コロナの例にしてしまうと今ね、直近の課題として問題になっているので、要は地域のおじいちゃんとかおばあちゃんが、ちょっと熱が出たかなって言って診療をしに来る人に対して全部お医者さんが対応する必要はないってことですよね、そもそもだそういうのを看護師さんが対応できるようになると何が発生するかというと、お医者さんが本来 の対応しなきゃいけない、病気であるとかそういったものに対応していくという特化できる体制ができるから、現実的には
費用も安くなる可能性があるし、医療の質も向上する可能性がある制度ということでよろしいでしょうか。そういうことになりますね、うん。で何よりもその医師のタスクシフティングという、うん、ものが、まあ、昨今ものすごく急速に議論されていて、うん、まあ、医師にはやっぱり医師にしかできない専門的な医療をやってもらいたいというのが、うん、まあ、これはもう国民の願いでもあると思うんですけども、うん、まあ まあ、そんな時に、まあ、あの病棟で、まあ、言ってみれば病院っていうのが専門的な医療をやる現場なんですけども、うんうん、まあ、1人入院が入るとドクターが入院の手続きに1時間かかるとかザラなだったりするんですね、うん、まあ、そういったものを、タスクシフトする役職というのを増やしていく、うん、であと医師の業務の中には点滴を入れたりだとか、うん、注射をしたりだとかっていうので、まあ、外来に呼ばれたりだとか行ったり来たりするような業務が発生するんですけども、はい、そういったものもその医師の仕事を集中するというのを阻害しているわけなので、うん、そういったところにナースプラクティショナーという職種はおそらく刺さるんじゃないかなというふうに思います。そのナースプラクティショナーを導入をするとどのぐらいその医療コストを削減できるんですかね。医療体制を充実することにもつながるわけですけども、でこれはあのアメリカの州によってまちまちではあるんですが、医師の診療報酬の 85% という州もあったり、うん、まあ、100% という州もあったりはするんですけども、うん、で仮にまあ日本で診療報酬をナースプラクティショナーが行ったということで 85% に設定するとなると、うんうん、まあ、最大限見積もるとまあ8兆円ぐらいはいけてしまう。8兆円もいけちゃうんですか。8兆円ってあの消費税 4% 分なんですけど、そんないけちゃう。減税できますね。ちょっと一国民の会でも言ってください。っていうことはですよ、じゃあそれ最大なわけですから、じゃ あの話が 50% だとしても4兆円ぐらいだし、うん、まあ、4分の1だとしても2兆円ぐらいの医療費の削減につながった上にさらに医療体制が充実していくということで、まあ、そういう、まあ、改革っていうのも同時にやっていく、まあ、つまり、まあ、もう緊急事態宣言の話っていうのは一応解除されたことになっていて、うん、まあ、それが再発をしないようにネガティブリストにポジティブリストからしていけばいいんじゃないかっていうこととともに、うん、じゃあその医療体制の充実も実は お安くって言ったらあれなんですけど賢くやっていくことができるっていう、うん、まあ、ご提案を、まあ、救国シンクタンクとしては、まあ、今ね国会議員の先生と一緒に調べたりとかしながらやっているところなんですけども、倉山先生今後の見通し最後にお願いできればというふうに思います。まあ本当につい1ヶ月前までは医療体制の充実なんて言うこと自体がタブーだったのは、うん、世の中の潮目が完全に変わって国策になったんで、うん、まあ、ただ流れがこっちに来てるからって言って、まあ、あえて、ね、うん、日本国民にとっての価値と言いますけど、うん、誰かを悪者ってあんまりね本当は言いたくないんで、うん、日本国民全体にとって価値が見えてきた局面だと思ってんですよ、うん、でもあの価値が見えてきたことと勝ち切ることって全然違うんで、これはやっぱり我々の未来への意思をどれだけ持てるか、その裏付けとなる政策を、うん、こあの日本国民の皆さんに救国シンクタンクとして提示していきたいなと考えてますね、うん、これはどうなるかよりもどうするか、うん、ということで考えていただきたい。勝ちが見えてきたんでみんなで勝ち切りましょう、うん、まあ、その中で横山先生、両徳先生もう自分に手伝えることありませんかと自ら申し出てきてくださったので、うん、そういう声が上がっていけば日本はこのコロナ禍を乗り切れるんじゃないかと、ね、政治家みたいなこと言っちゃってますね。救国シンクタンクとしては、まとまってきた、まあ、政策提言をですね、うん、まあ、要所路の国会議員の方々に対して、まあ、差し込んでいくと、うん、こういうことによって、まあ、緊急事態宣言のですね、再発例がないようにしていきたいということとともに、うん、まあ、医療費の改善、そして、まあ、医療の質の向上につなげていく取り組みを、今後も、まあ、お二人と一緒にしていきたいというふうに考えておりますので、まあ、あの会員になられている皆様の中でですね、こういうことやったら本当にいいんじゃないかというような、まあ、ご提案があれば我々としては積極的にそれを受け入れさせていただいて政策という形にまとめてですね、国会議員の先生方のところにですね、まあ、ご提供していく、そしてまあ皆さんにこうやって情報を発信させていただくということをやっていきたいと思っておりますので、今後ともですねぜひ、救国シンクタンク会員になっていただいて、お支えいただければというふうに考えております。はい、それでは、本日もありがとうございました。ありがとうございました。官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党だ。官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。
だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛られたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。